はい、どうも、イザベルです。今日は4月の15ですね。で、結局午前中からちょっと今日クソ寒いんですよ。だから寒すぎてね、やる気が出なく、まあ今午後の2時なんだけどね。はい、これは朝届いた天井断熱です。天井の断熱材を、まあね、ちょっと今はしご持ってきて、まあ上登って、一旦ちょっと材だけ置いておければ、それでいいかなって感じなんだけど、果たしてこれをコロコロ持っていけるのかっていうのが不安ですね。で、これ買いました。定点カメラ。これでね、目線固定してできるんで、なんだろう、バイオハザード6のレオンみたいな感じで、ちょっとこれ気に入ってます。はい。で、そして今日届いたのがこれです。で、まあ、まず、そうだな。上行く前にちょっと開封の儀をちょっとやっていきます。はい。では、これ。確かね、中国だったっけ？海外のものです。開封の儀なんだけれども、これはあれです。電気、ちょっとあんまり期待が持てないけど、ガスをもう入れたくないんで、ガスを入れないための、ちゃんと梱包してあるの。ガスを入れないための、おっと、あ、やべ、落ちた。開封の儀 あ、いった。はい、開封の儀。開封の儀一発目。これですね。電気式の給湯器です。あ、これどうなんだろうな。これ使えるのかと、日本の水道の蛇口に使えるのかが疑問ですね。はい。まあ、これちょっと、でもちゃんとね、船便で持ってくるにしてはなかなかいい梱包になってる。前の Amazon のやつだとね、これ粉々になってたけどね。はい。でもまあ、箱の中にはもうないかな。はい。まあ一応これが電気式の給湯器ですね。まあなくなるとちょっと嫌なんで。はい。あ、シャワー。心もとないシャワーが面白いね。はい。ではまあ、こんな感じですね。で、開封の儀。まあこれが電気式給湯器ですね。はい、次は開封の儀、これですね。二槽式洗濯機。でも、ちょっとここで開封するのは忍びないので、まあ一応設置するとこまで一応引きずってって、ちょっと開封しようかなと思います。ここで開封の儀をすること自体が、おそらく間違っているのではという気がしてきたぞ。はい。まあ、これ昨日の残り。これの箱とかもなんかやりづらいな。お、写真撮ってる。うん。これで、これ、二槽式洗濯機の8キロですね。でっかいやつ買いました。あ、なんかこれ使え、スマホに使えないか。はい。はい。8キロでけえな。すごいでかいな。ああ、どうしようかな。切るか。切るしかねえな。
やっぱ8キロでかいな。大丈夫か。8キロでけえし。やべ、段ボール。めちゃくちゃ段ボール。はいはいはい。はい。消えましたよ、これ。来たー、これ。あ、いいか。この発泡スチロールのまま取り付けしちゃおう。なんだかって言ったらね、ここに排水口あるから、で、排水口に対しての高さがなきゃダメだからさ。あ、防水ポンドついてるから、めんどくさいから、これでいいや。これで、設置しよう。うん、いい高さだ。いい高さだ。で、あとは、水道ここにね、つけるものをやれば、OK で。ちなみに、これ塞いであります。僕は塞いでますね。じゃあ、水道、掃除分の、あれ、お金ケチって、うわっ！あ、そういう仕様ですか。ケチって、自分で塞いであるんで、あ、これはこれで OK です。じゃあ、写真撮影いきますか。すごい！いや、でかいな。まあ、だいたいこれ、8キロ。8キロですね。でかく、でかいな。おー、広い。おー。いいね。あれ？これつけなんだったっけな？無駄水だよな、確か。確かね、どう使うんだっけ？これ、こうか。確かね、これ無駄水を。逃がすから、ここら辺のはずなんだよ。こっちで分かるから、ちょっと後で説明を、読まないとな。はい。台風の儀終了。で、本来、今の段階なんですけど、洗濯機ってここに置かないです。この洗面所もここ置かなくて、よいこれちょっと、はい、まだ床つけてないんですけど、まあ大体このあそこのコンセントの隣に柱があって、まあ大体ここのスペースに来ますね。まあ大体ここの今あそこに見えてる根だぐらいかなまで来ます。はい。で、本来これ脱衣場がすごい狭くなるんで、この今はここ、床がちょっとですね、塞いでないです。で、昨日って結構大雨降ったから、あれなんよ。床の下に去年ね、出稼ぎ行く前に動画撮ったけど、あれ、雨が降るたび浸水してくるんよ。で、その浸水の原因っていうのは、窓の向こうの下ですね。隣がですね、太陽光パネルの土地なんだけど、昔はここ全部田んぼでした。水田ね。で、区画整理っていうか、区画整理が進んで、人がね、住んできて宅地になって、隣は製材所になったから、それで、どん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 土地の開発が少しずつ進んできて、今、この窓の向こうっていうのは、実は一本の側溝があるんよね、溝がね。で、それは、もともと、田んぼに水を引く用の水路が、残っちゃったんだって、たまたま。で、役場去年行ったけど、そこが水溢れてさ、うちにも水入ってきてんだけど、って言ったら、内側からコンクリートで打って入らないようにしろとか、地図上はない扱いになっているとかね、そういう回答だったから、まあどうでもいいやって感じ。もちろん地図上じゃなくて実際あんだから見に来いよっつって、写真とさ、その編集する前の動画を持ってったわけよ。それでもその回答だったからね、腹立ってしゃあないよね。だからまあどうもこうもないから、モルタルで埋めて、どうなんだろうな。まあなんかね、水は入ってはね、水は入っては来ちゃいないね。でね、ちょっと、わかりにくいけどさ、白カビが土にさ、生えてしまうのが嫌だから。あ、入ってきてはいないね。OK だ。なので、まあ、塞いではいけるわ。そうだね。いいね。
多少濡れた跡はある。まあそんな感じで、いけるわ。まあ塞いで、床塞いだときに、まあちょっと一旦この断熱材剥がして、まあこの下の排水パイプも移動して、まあこっちに洗濯機、この洗面所、で、あわよくばちょっとトイレも、ここトイレでもう一箇所ここら辺作れそうな気するんで、まあできたらやってみようかなって感じです。はい。まあ一応これ開封の儀は OK です。なので次はちょっと屋根裏行きましょうか。はい、イゾログです。まあ一応これから、これ、マックス禅のこの8キロのやつを、これ新品で買ったよね。新品で買ったよね。で、これからさ、設置しようとしているんだが、設置しようとしてんだけど、これ今排水ホースを外したんだけど、この音聞こえる。なんでさ、新品なのに水がなんで入ってん？ほら。なんで新品なのに水入ってん？これ疑問だね。ちょっと問い合わせしてみっか。はい。ですね、後日、この現象ですね、洗濯機の水の問い合わせを楽天のショップにしまして、で、ショップの回答は、新品の時の動作確認ってやるらしいっす、工場の方で。だから、その動作チェックの時に、脱水なのか洗濯槽の動きを見て、抜けきれなかった水がまあ出てきたから、まあ大丈夫よという回答でした。で、まあ、そんなことあるんだね。で、まあ、掃除機なんてね、コードを出して入れてっていうことをしてるからね、新品でも何万回と。まあ実質中古っていう人もいるけどもね。で、まあそんな珍しいレアな状況に出くわした回でした。まあ頑張ってます。バイバイ。